はい、ワンピースワールドシーカー前回に続きやっていきたいと思います。前回はですね、サニー号を見つけてチョッパーに会って、で今回は、西側の方に行ってから、怪我をしたやつを探しに、怪我した海賊を探しに行くというところから始めていきたいと思います。じゃあジャンヌに話しかけますか。この洞窟抜けると港の東に出るの行くない、上を通った方がいいわ。上って言いましたね、今ね。上だよね。洞窟抜けると外に出るの。じゃあ上から行きますか。これやりごたえはめちゃくちゃあるっすよ。めっちゃ面白いっすもん、なんか。普通に。まあ、ちょっと古いっすけどね、まあ、去年出たゲームなんで、もう最初出た時はなんかちょっと衝撃を覚えたぐらいありますけどね。北なんで、西は向こうっすね。最初のとこっすね、ここ。西なんでここ抜けますか、一回。抜けて、西なんで、こっちだと思う。赤い方角が北なんですよ。あの地図見ればね、右下の。で、西って言ってたんで、行き止まりやんけ。あれ、敵でしょ。こっちじゃないんかなと思ったんやけど。オッケー。これテイクダウンで倒すとあれもらえないんですね。これ敵でしょ。全部剣のやつもなんか回廊石になってました。キル玉くれし、こっち怪しいっすね。ここっぽいっちゃここっぽい。そこにも敵いるんで。敵か。わあ、テイクダウンで殺したかったな。結構敵いますね。2人倒しましたよ、ね、あ、3人いいね。ちょっと、カラボから。ビッグジュエル？これお金に変わるでしょ、絶対。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ。もう絶対弱いでしょ、こいつ。オッケー。全然強くないよ。いるぐらい弱いっす。宝箱マークあるけど、あった。お、開けてくれルフィ。 OK、 貝殻。あ、貝殻じゃねえよ、金貝。あ、やめやめ。え、その水もダメなの。こんだけ脆いんルフィ。あれ、もう一人おったよね、こいつも敵。殺しか。いや、痛いでしょ、これ。ほい、お願いしてやるよ。じゃあ、そばについてこれる、こいつ。こいつの倒し方ね、もう完全ヒットアンドアウェイ作戦ですね。怪しいなぁ。この目ちょっと怪しいっすね。あ？後ろじゃん。どういうこと？
今サニー号見つけました。今ここにいます。どこに行けばいい？むずい。え？怖くこう、あ、中か。これ出たらいけんの？これまだ出たらいけんかったっぽいね。普通に出ちゃったよ。教えてよみんな。出ちゃったよ。もう一回入れってことっすね、中に。かしこまりました。すぐじゃないですか。これじゃないですか。これでしょ。危ねえ。うー、いてえ。待ってろ、今ちょっと呼んできて。おい、その必要はねえ。お前、ルフィ。来た、チョッパ。どうしやれ。チョッパ。頼むよ。手を貸すわ。おい。このガキが悪いんだぜ。町を襲ったなんて濡れ衣を着せられたばかりに。海軍を教えてきやって、これが俺が黒幕だったとかってな。さんざんこっち、こんざんなことしてくれたぜ。このままくたばるのがお似合いだ。ルフィ怒っちゃうセリフよそれ。おい、生意気な。知らない。覚悟しろよ。麦わらモードチェンジ。あー、来ました。見聞色の方がいいんじゃないですか。武装色攻撃の範囲が広く、武装攻撃をガードできます。武装モード、武装色モードでは丸を押すと両腕敵の攻撃ガードすることができます。ガードチャージが遅くなり、また一定の時間帯が受けるとガードが解除されます。モードチェンジ。あ、これガード、これガードやったっけ。あ、そう。おー、なるほど。タピオガンマン強いよ。そういうことね。ちょっと仕組みが分かってきた。おれや。いけ、俺のターン、俺のターン、バフェン。ザクは倒した。割り強い。自分個人的には剣道チョコが好きですね。攻撃が速くて。でかいのはやっぱ覇王色、あ、武装色で倒した方がいいっすね。なんかルフィがいいよ。なんちゃうか全然わからんけど、ウォークウィンドチョコ癖で丸押しちゃう。全然効かんすね。うぃー、楽勝。よし、今朝2個行きますか。雑魚が俺に盾つっかで。悩むね。チー、暇だね。
テレレレレンテ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 レレレンテンテン。サニーゴこんな近かったっけ。オッケー。チョッパー。おお、もう大丈夫だ。ただしばらく治療は続けないとな。面目ねえ、俺みたいなやつのために。任せろ。俺は医者だからな。怪我してるやつはほっとけねえ。寝すんな、チョッパがなすってんな。助かるぜ。すまねえな、お願いしてんだから。肉、俺肉おい食ってる場合か。出た、ワンピース特有のギャグ。そうだな、お前俺たちは仲間知らねえか。それは分からない。翡翠橋能力者がいるって話は聞いたけど、まあもうロビンしかいないですよね。チョッパーサニーを頼む。翡翠橋に俺が行く。いや、チョッパーで拉致されるぐらいな。いや、大丈夫でしょ。大丈夫なんでしょ。ねえ。おう。ルフィ。来たね。オッケー。海賊の君が行くには危険な場所はそれでも行くの。かっこいい。コデンムシね。コデンデンムシ。わかった。そうだ、こいつを持っててくれ。役に立つかもしれない。なんかくれる。やったー、スキルポイントゲットー。あー、ニュースで装備品やゲームメニューの装備から、つけることができます。いますか。エキサイトバッチ。何が上がる？あ、なんか HP 増えたっぽいっすね。あ、結構上がるっすね。いいね、スキル。うわー、ゴムゴムのバズーカー？うわー、迷うねー。接近攻撃ダメージダウン。武装色も途中で敵からの接近攻撃のダメージが減少する。でもまあ迷うね。いや迷うわ。いやでも俺個人的にはこのガトリング欲しいね。ガトリングします。これ全部習得することできないですもんね多分。強くないけどな。じゃあ第3話ですね。第3話行く前にここでちょっと一旦もうやめますか。まあちょっと時間よりちょっと早いですけど、まあボス戦もしたことですしね。じゃあここで一旦やめたいと思います。それではね、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。